日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日は時間がない時について。時間がない、忙しすぎる。はいはいはい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。時間がないですね。いや、時間はあるんですけど、時間がなく感じますね。すべての人は、多分動物も、1日に24時間しかないですね。24時間がある。24時間。そして、僕の場合は、7時間ぐらい寝るかな。7時間ぐらい寝てますね。そして、食べる時間。そして料理をする時間、片付けをする時間、掃除をする時間、いろいろなことをする時間があるでしょ。そうすると、あとは仕事をする時間ね。仕事をする時間、レッスンがありますね。僕は日本語の先生なので、日本語のレッスンをしてますね。で、最近また忙しくなってきました。クリスマスのシーズン、ちょっと暇になります。暇というのは時間がある。レッスンが少なくなる。仕事が少なくなるということですね。冬休みはいつもちょっと暇になります。そして1月になると少しずつまた忙しくなってきます。時間がなくなってきます。忙しくなると時間がなくなる。だけど、ポッドキャストを撮ったり、あといろいろなことをしなければいけないです。そうすると、時間がない、時間がない、時間がない、といつも感じるようになります。24時間しかない毎日をうまく使えてないんですね。はい。というわけで、次回はじゃあどうすればうまく時間が使えるのか、どうやってうまく時間を使えばいいのか、そのことを次回話してみたいと思います。楽しみにしててください。明日ですね。明日。はい。皆さんはどうですか？忙しいですか？それとも忙しくないですか？暇ですか？それではまた明日。チャオチャオ。アスタレゴ。またね。